ラサ。ラサ、ラ、サは、トバン時代の7世紀に成立した、チベットのこと。トバン時代、7世紀から842年や、ダライラマ政権時代、1642年から1959年に、政権の本拠地が置かれて、政治的中枢となり、また、政権の変遷を超えて、文化的中枢であり続けた。チベット、モンゴル、 満州などの諸民族から構成される、チベット仏教文化圏の中枢でもある。トゥルナンジの、諸官本殿を取り巻くナンコル、トゥルナンジの境内を取り巻くパルコル、パルコルを、東の中心、ポタラグーがある、マルポリの丘、ヤクオーさチャクポリを、西の中心とする大円状オスリンコルの、三重の環状巡礼路を、メインストリートとし、ダライラマ政権の末期には、ことラソの市長、ミプンは、 リンコルの内部を管轄していた。1960年、中国政府により、コトラサと郊外、ウーチウ北部所県を領域とする地球シラサ市が設置された。中国の統治下で、リンコルの精鋭を挟んで、マルポリジャクポリの周辺に新市街が開発された。表記は、チベット語、ワイリー方式、ラサ、クラブン、ピンイン、ラサ、中国語カンタ隊アザ。 反対アザ、ラザ、英語、ラザ。チベット語、ラワカミ、デーバ、またはフツ、またはオーオ、サは、土地を意味し、すなわち、神の地を意味する。トバン時代の中国の文献には、ラシャールイラサの名で記される。一年を通じ晴天が多いことから、太陽のラサとも呼ばれる。古い日本語資料では、ラッサという表記も見られた。旧、当時の、 トバンデンには首都がラサであること、ラサに城郭や家屋があるが、貴人たちはフェルト製のテント、プルに居住した。新当所は、チベット国の君主、前歩が基地側のほとり、イコール、ラサとペルボ側のほとりを季節移動し、チェンポが住まうテントを大プルと称し、厳重に警備され、数百人を収容可能であったと述べる。 チベットの国土はうつ伏せた羅せ女と考えられ、チベットが開花し、仏教が定着するためにはこの羅せ女は、重複される必要があった。ラサが建設されるオータンタプリコは、羅せ女の心臓に位置していた。7世紀初頭までは、ラサ、ラサ、神の地のほか、ラサ、ヤギの地とも書かれた。広大に成立したラサの建設に関する伝説では、ラサの建設は、 トバン王朝のソンツェンガムポ王による。ソンツェン王は中国からギャサ、文政公主、ネパールからペルサ、ブリクティという二人の日を迎えた。二人の日はそれぞれ、自国から携えてきた仏像を祀る寺院を建立させた。ギャサがもたらした仏像を祀る寺として建立されたのが、ラモチェ寺、ペルサがもたらした仏像を祀るのがトゥルナン寺である。七世紀初頭までは、 ラサ、ヤギの地とも書かれ、従って広大に成立した、ラサの剣と伝説では、トゥルナンジは、小さな古城を土や丸太で埋め立てて建立された。土や丸太の運搬には、多数のヤギが用いられ、トゥルナンジの落景の後、ヤギの栄養を称え、一頭のヤギ像が寺の傍らに、建造され、ヤギの地という故障が生じた。という物語が付加されている。後に、 トゥルナンジとラモチェジの間で本尊の入れ替えが生じたとされ、現在では、キャサがもたらしたとされる仏像、チョーリンポチェがトゥルナンジにペルサがもたらしたとされる仏像がラモチェジにある。7世紀前半にチベットを統一したトバン第33大尊前岸歩によりチベットの都と定められ、641年には文政公主、公主は 中国の王室の女性に対する称号が、チベットの前歩、王のとして迎えられた。9世紀のトゥバンの崩壊以後、チベットの政治的中心は、サキャパ政権のサキャ、パクモドゥパ政権のセタン、リンプンパ政権、デシー・チャンパ政権のシカ・サムデプセなど、時期ごとの覇者たちの所在地を転々としたが、宗教的中心地としての地位は不動であった。1414 14年には、 ラサ三大寺の筆頭岩田寺の混流を皮切りに、ゲルク派の本拠地となり、17世紀中期には熱心なダライラマの信者であった、オイラト族保守都部のグーシハーンが、チベットの大部分を征服したことをきっかけとして、ダライラマの宗派を超えた宗教上の最高権としての地位が確立され、諸宗派に対するゲルク派の優位、とりわけ、モンゴルにおけるゲルク派の優勢が決定的となった。 1642年に成立したダライ・ラマ政権は当初歴代ダライ・ラマの館があったデプンデラのガンデンポタンに置かれ行政府の故障はこれにちなんでガンデンポタンとされた政権の拠点としてポタラ宮殿の建設が1645年より開始され1660年に完成したがポタラ宮殿への移転後も行政府のガンデンポタンという故障は継承された ダラ,ライラマ政権の発足により、ラサは再び、チベット全域の政治的、経済的、文化的中枢の地位を獲得しただけでなく、チベット人、モンゴル人、満州人などから構成される、チベット仏教文化圏中心ともなった。コトラサは、ナンコルパルコルリンコルの三重の環状道路から構成されている。コトラサの領域は、リンコルの内部で、 ミプンという行政官が置かれていた。モンラム大祭の期間のみ、ラサ三大寺の社合がミプンに代わり替の行政を担った。ナンコルとは、トゥルナン寺の本尊町林ポチェ像の周囲をめぐる、環状の回廊である。パルコルは、トゥルナンの門前広場を起点として、境内の外側を一周する道路で、コトラサのメインストリートである。リンコルは、コトラサの外苑を一周する道路である。 何これパルコルリンコル楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。